はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お話しさせていただきますのは、アイドルのストーカー話。都市伝説とか怪談とかで昔からね、うん、よく聞くんですけど、うん、まあアイドルがですね、ストーカーにあって、実はそれがっていう話あったじゃない。島田秀平さんが話されていたアイドルの話って結構怖いのがありまして、はいはい、3人組のねアイドルがいまして、うん、そのアイドルの一人が今日誕生日だと、うん、お祝いしましょうよって3人で祝ってんのよ。ほんでね、うん、まあ事務所行ったらばものすごくプレゼントがたくさんあると、うん、あーいいねやっぱ人気あるねって話になって、うん、ほなそのプレゼント持って自宅戻って、ほなそこで3人でもう誕生会しましょうよって話になったのよ。3人でね、うん、で戻りまして、でちょっとプレゼント開けていかないみたいな話になって、何着てんのかなって言ってわーって開けてったら、うん、なんか花束とかあったりとかね、その花束の中にねまたなんかリボンでギュッと結ばれた DVD があると、うん、何やこの DVD みたいな、うん、面白そうだから見てみるってなったんですよ、うん、でも本人からしたら怖いから、いやいややめとこうよって言うんだけど、2人はもう面白がっちゃって、うん、見よう見ようって言って DVD を再生するんですよ、はいはい、したら、まあ、いわゆるオタクみたいな人がいまして、うん、その人がちょっと踊ってんですって、わわオタゲしてるみたいな ね、うん、やってんですけど、二人はうわ気持ち悪いって言うんですけど、うん、まあその DVD をもらった本人はグスグス泣いてるんですって、うん、えどうしたのまるまるちゃんって言ったら、ここうちって言うんですよ、うん、えって言って、そのオタクがうわーってカメラ動かしたら、そのベッドには寝てるその本人がいたっていう、うんうん話なんですよね。はいはい。で、え、恐ろしいよ。いつ入ったの？みたいな話じゃないですか。うん、で、これってまあ島田さんが話されていて、結構有名な知名度の高い階段なんですけれども。まあ、ネットで好きな人はね、大抵聞いたことあるだろうっていう。僕が話す意味があるんです。はい。これは、うん、奥さんが、実はアイドルのマネージャーをやっていたんですね。はいはいはい。ですから、そのストーカーとかね、お客さんがちょっとわーっとなってストーカーになってしまうっていう話もありますし、うん、何よりも、うん、僕が奥さんのストーカーだったんですよ。うえストーカーはこうじゃないけどね。そうかそうか。うえなんですよ。はいはい。だからこそ話せることがたくさんあるなと思いまして、今回ちょっとこの話を抜粋させていただきました。体験者からの話ってことですか？そう。あ、カメラの後ろには被害者である奥さんがいる。で、カメラの前には僕がいる。被害者がいる。ね。こんなことある？裁判ぐらいよ。なかなかね、ほんまに。カメラを通して。ここは法廷です。違います。はい。まあやっていきたいんですけれども、まずはですよ、はい、奥さんが、まあ、アイドルのマネージャーやっていまして、その担当していたアイドルにものすごいストーカーがついていたという話させていただきますけれども。うん、多いって聞きますからね、そうなんですよ。ストーカーは。でね、うん、やっぱり売れてるアイドルはバンバンテレビ出ますよ。で、冠がついてる番組どんどんあります。うん、まあ、その頃はもうね、寝る時間もないなんて言いますけれども、うん、売れてないアイドルというのはもう全然ないんですよ、お仕事が。まあね。ね。大抵はもうそうでしょう。うん、もう時間すんごいあんの。うん。生配信ってね、あるんですって。はいはいはい。ね。よくやってますよ、アイドルが。最近増えましたね。そうそう、増えました、うん。特にね。みんなやりましょうかってなって。はいはい。で、奥さんがついてたその、まあ、アイドルさんも、うん、曜日決めて、時間決めて、毎週配信してたんですね。生配信ですよ。僕らと同じような感じ。そう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 。まあ、これを見てる感じですよね。うん、まあ、生と生じゃないっていうだけの違いですよ、僕らがね、うん。で、そこで何話すかっていうと、うん、ほんまにしょうもないんですよ。何が？あのね、まあ、売れてないから、うん、例えばね、こういう番組に出るんですよ。ぜひ皆さん見てくださいね。とか、うんうん、〇〇さんすんごくいい人だったんですよ。って芸能話でも、うん、できればね、ね、面白いんですけど、はいはい、学校に通った話とか。まあ、うん、ほぼ全ての人が体験してる話ですけど、それ。単位が足んないんですよね、みたいな。あ、お客さん、単位くれます？みたいなこと言うんですって。なんでお前全部これなんだよ。くれます？みたいな。手が慣れちゃってるんだよ、もう固定されて。そればっかりじゃないか。ないのよね、はいはい、レパートリーが。まあそんななんですって。もうほんましょうもないじゃないですか。うん、可愛いから見られてるっていうものであって、うん、でもそれにコメントがガーッとくると、はいはい。まあその子は人気がないからあんまり来なかった。まあね、しょうがない。ですよね。うん、で、まあまあ、でも、ライブもないし、なんかやりたいし、求められていたいというのもあって、毎週するんですよ。まあね。うん、で、ある時ですよ。あ、あんなまたしようかなと思って、あれって予約するんですよね。何時からっていうふうな話。自分でね、時間を決めて。そうそうそう。はいはいはい、で、まあ、検索されやすい、しやすいように、うん、自分の名前を入れることが必須ですね。うん、まあ、売れてないければ売れてないほど。うん、で、自分も、もう自分の、チーム名。うん、で、まあ、ここに名前入れると、うん。で、生配信って入れるんですよ。うん、で、まあ、全部終わって、
うん、予約したから、あ、ほなもうあの時間待つだけやと思って、はい、エゴサーチちょっとしてみようかなと思いまして、うんうん、やっぱアイドルってすごいするんですよ、エゴサーチをね。まあ重要だからね、ある程度。そうそう、はいはい、ほんなら自分の名前が入った別の生配信の番組があったんですよ。うん、え？と思って。生配信かっていうのおかしいよね。しかも自分のアカウントではないんですよね、SNS の。うんうんうん、え、何告知してんのこれみたいな。うんうん、何って思って。で、URL 見ても自分のとは違うんですよ、うんえ。でも自分の名前が入ってる生配信。しかも今ライブ中となってると。うん、え、これ今生でやってんのみたいな。うん、で、もしかしたら私も結構ね、芸歴があるから、うん、お客さんたちが今後の〇〇ちゃんはどうなっていくみたいな話とか。考察とかね。だ、うん、から、この前のライブの〇〇ちゃん可愛かったよねみたいな。感想。そう、うん。そんな話をしてくれてんのかなと思って、うん、あ、ちょっと覗いてみようかしらと思って、その後、なるほどね、携帯電話でクリックするわけですよ。本人降臨じゃん。ふっと見てみるわけですよ。はいはい。そしたら、映ってんのが、うん、よくよく見てみたら、うん、自分の部屋だったんですよ。要は、自分の部屋が生配信されてたんですね。いやいやいや。位置とか、うん、その子の似顔絵とか全部同じ字なんですよ。うんうん、ここでね、うん、わって大声出しちゃったら、うん、その仕掛けてる人は生配信してるわけだから、うん、家に来ちゃうんじゃないかと生配信してるところから。うんうん、あ、これ怖いってなったんですよ。うん、だから、クレバーですよね。気づかれちゃダメだと思って気づいたことに。うんうん、だから、声をね、わーってあげたかったんですけど、うん、と我慢しまして。押し殺して。で、うん、あ、そういや、お菓子買ってなかったなぁ、みたいな、芝居打って、部屋から出るんですよ。うんうん、大丈夫、大丈夫って思いながらね、はいはい。出て、すぐにもう、警察に連絡するわけですよ。うん、すいませんと、私の部屋が盗撮されてますって言うんですね。うん、そしたら警察が振るときまして、うん、ここですかと、本当に見てみません、中って言って、お願いしますって、もう中入るのも怖いんですよ。カメラ仕掛けられてるところも見たくない。まあ、そうだよね。うん、で、ぐーっと入ってって、多分これはあの、タンスの中、お尻の中やなって分かってるんですよ。うんうん、自分でね、カメラありませんでしたって言うんですよ。うん、でも、代わりに、うん、男が直接配信してましたよって、うん。で、まあ、捕まったんです、その人はね。だから、うん、カメラ本体じゃなくって、うん、もう、配信者が、配信者が、生配信者がいたことか、ね。押し入れ、少し当てて、その子の私生活を配信してたんですよ。ほう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 、いつ入ったかもわかんないし。まあね、罪はだから不法侵入だよね、多分。そうですね。主なのは。いや、恐ろしいなって話をしてたんですよ。うんうん、で、後々聞いたんですけど、うん、その配信って3回目だったらしいんですよ。だから過去2回は、気づかれないように、配信してるんですよ。あ、もうだから取り切って、逃げて、やるんだ。知らない間に出ちゃってんだ。はい。で、配信してるっていう。まあ、データはね、消せばいいわけで残らないですから、うんうんうん、だから分かんなかったっていう話なんですよね。それは、ゾッとするね、女の子。しかもその子も辞めちゃったんですよ。そういうストーカーが怖いからって言って。今、田舎そうだろうな。帰っちゃって、うん、青森なんですって。うん。リンゴ農家らしくって、今お手伝いしてるみたいですね。うんはいはいはい、いるその話。いやいや。別に、リンゴ農家を継ぐ話は別に、何も語ってないと思うけど。まあまあ、こういう話が、アイドル、ね。まあ、実際会った奥さんの、うんうん、まあ、担当したアイドルに会った話なんですけれども。いや、なかなかね。恐ろしいですよ。うん、まあ、こっからはですね、うん、まあ、なかなかないですよ、はい。ストーカー本人に話を聞いてみようっていう、あ、ちょっとコーナーに移りたいんですけれども。なかなかね、モザイクかけても難しそうな内容だけど。はい、俺はモザイクから外れるぞ。かけれるもんだ、かけてみろ。お前がかける側なんだ。編集やってたよ。僕ね、19の時に僕が19、奥さんが17の時ですよ、うん。僕が働いてたスーパーに奥さんが勤めましてね。はい、その時はまあ学生ですよ、高校生。うん、で、僕は実は初恋がまだだったんで。お、う、ー、ん。興味がなかったんです、そんなものは。じゃあその、自分の国の方では、うん、してなかったってことね。あ、岡山ね。うん、うん、してない、してない。はい。してない19までしてなくて。すごいね。会った瞬間ですよ。うん、ビビビビやねん。ダッサ。古それって本当来るんですか、ビビビって。来る。はあ、フランスでしたっけ、どっかでは雷の一撃とかって言うんですよね。うん。一目惚れのことをね。あ、一目惚れか。うん、のことを言うんですけれども、うん、まあそれですよ。まあ雷の一撃が来まして。衝撃が。ビビビと来たんです。あ、これが来いってなったんですよ。あ、じゃあもう一目見ては。うん。そう思ったってことなんだ。そう思った。あれは何だったかな、奥さんが帰るときに、ちょうど雨がザーッと降ってたんですよ。うん。その時に傘持ってないって言ってて、うん。
で、奥さんの家のが近いんですよ、そのスーパーからね、うん。で、僕の家のは遠いんですけど、傘貸すよって言ったんですよ。うん、でも、早瀬さん、傘ないですよねって言って、俺濡れんの好きやねんって。ダサはず傘持ってきてんのによ。うわ、めちゃくちゃダサいじゃん。うん。で、奥さんは傘を渡すんですよ。まあ、その中で、僕の中では、うん、まあ、一個、あ、もう、いけたなっていうのがあったんです。どういうことですか？そういうのも、自分が使ってたものを貸すことによって、うん、いつ返さなきゃいけないだろうって考えるじゃない。はいはい。そしたらもう僕のこと好きなのよ、そうなったら。違いますけどね。その時点で。借りる時点で。違いますけど。だから、あ、もうこれいけるわと思って、うん、そっから、なんかね、軽くデートみたいなのが始まったんですよ。はいはいはい。ね。もう告白しようってなったんですよ。というのも、奥さんが、高校卒業して、うん、で、結構経ってんの、ね、そう、で、僕も二十歳やったんですよね。で、うん、大学、受験終わってて控えてるぐらい、もうあの入学を。はいはいはい。うん、で、その時に、自分の誕生日の時に告白したんですよ。自分のなんか？そう。相手じゃなくて。自分なんだよ、ね。そうそう。したんですよ。都庁行きましたよ。都庁のね、なんかあの屋上みたいなとこまで行って、そこにピアノがね、ね、そう、ポンとありました。そこでポロンポロン弾くんですよ。あるあるその周りでご飯食うたりとかなんか物を置いたりとかしてるんですけど、はいはい、それを見ながらね、外見ながらね、うん、私の家あそこら辺とかって言うんですよ。うん、そうなんやって言ってたら、ぐって寄ってくるじゃないですか、こうね。うん、そしたら胸が当たるんですよ。はいはい、うちの奥さん、放慢だから、胸がでっかいから、ボディだから当たったのがわかるんですよ。こんなこんな。どんなんでわかるそうそう。で、当たってるやんって思って、うん。だからもういけると思ったんですよ。当ててきてるし。父当たっとるから、うん、こっちはこっちのもんだから。そう、誕生日ですよ。うんうん、で、帰りしな、ちょっと待っててくださいねって言って、奥からなんかプレゼント持ってくんのよ。うん、ありがとうって見てみたら枕なんですよ、うん。もう一緒に寝てくださいじゃん、そんなものは。本当だよな。うん。うん、そうだ。みたいな。まさに、ちょっとそれはやばいね、うん、そのプレゼント。おませさんだなって思いましたよね。うん、早いなって。そうそう。うんここまでやってくれているから、うん、もうここは最後は。そうそうそう、そう、ごっつぁんゴールですと。ありがとうございますみたいな感じで。決めるだけやろ。そうそう、あともう当てるだけですと。うんうん、で、あの、付き合ってくださいって言ったら、うん、ごめんなさいって言われたんですよ。舐めんなよと思って。どういうこと？嘘つけよと思って。どういうことですか？その時に僕言いました。いや、父当ててきたやんって。当ててないって言うんですよ、うん。いや、嘘つけみたいな。童貞の感度舐めんなよ、お前。つって、うんうん。いや、当ててないって言ってるじゃん、みたいな、うん。いや、当ててきたやん、みたいな。うん、いや、もういい、つって逃げたんですよ。当てた、当ててない論争が始まっちゃったの。車よ、本当にもう。車の事故みたいな感じ、ねうん。どっちの。そうそうそう。そう、ね、なんか過失がみたいな。俺言ってないよ。お前から当ててきたやん。うん、俺言ってないもん。お前から当てて、お前が飛び出してきて当ててきたんやん。10-0、10-0って言ってるやつよね。やつやってんのよ、うんうん。でも振られまして、はい、最悪やと思って。でも、僕の中ではもう絶対に、付き合えるって思ってたから、うん、すごいショックで、あともうこれから会えないんだと思って、うん、だからストーカー始めたんですよ。バリバリのストーカーの始まりよね。うん、そういわゆる。で、まあ、ここからなんですけど、小田和正さんの緑の街あるじゃないですか。うん曲ね、あれを、そう、うん、ループするんですよ、うんうん。もう切れたらまた始まるみたいな。一曲を。一曲を。一、うん、曲だけをずっと聴いたんですね。曲の中で、好きですって伝えたけれども、振られちゃって、もうあなたにもできないみたいな感じなんですよ。うんうん、だから、もう全く一緒なんですよ。心境をこう、表してくれてたんだ。だから、小田和正の緑の街を聴きながら、僕は、あることをしたんですね。何をしたそれっていうのが、うん、もう地図変えまして、付近の。で、その地図に、奥さんの家知ってるから、そこにコンパスをツンと打つんですよ。針ちゃん。あ、Google マップみたいな。そうそうそう、針で打つんですよ。ピンと。で、ぐるり丸するんですね。コンパスで。コンパスで。うん、また広げてね。うん、で、ぐるーって回って丸いちゃうじゃん、その丸を僕歩くんですよ。沿って。うん、こうね、ぐーっと歩きまして。それで一夜終わり。二、うん、夜目はこの丸をもうちょっとちっちゃくするんですよ。うん、で、これを続けていけば、どっかで会えんじゃないかなっていう。うん、自然と会いたいのよ。家に行くんじゃなくて。カリーちゃん、それ。うん。うん、っていうのやったんですよ。囲ってくんでしょ、どんどん。そう。それを、緑の街聞きながら泣きながらやるんですね。気持ち悪い。ちょっと三日目に気づいたんですよ、うん。あ、これストーカーだって思って。あ、遅。気づいたんです、うん、でも3日目で気づいたの。そうそう。よかったわ。で、最後に、思い出作ろうと思って奥さんが働いてるスーパーがあったんで、うん、そこまで行って遠目から見たんですよ、奥さんを。直接じゃん。レジやってるなぁ、みたいな。縁関係ないやつじゃん。そう、打ち込んでんな。直接行きましたよ。うんうん、で、それでもう諦めようと思って、うん、ストーカーやめたんですよ。やめたんだ。うん、あ、よかったわ。まあ、結局その後付き合えたんですけど、うん、どっちからもともなく。そんなことある？そんな空白ある？めちゃくちゃじゃない？それはここがめちゃくちゃあるはずだよ。時間が、時間も結構いい時間でしたって。こっからほんまにどうしてそっから付き合ってって話あるけど、今日ストーカーの話だから。そっかそっか。まあ、ストーカー編はじゃあそこで終了してるんだ。そうそう、ストーカー編はそこで終わってます。まあ今も。だから律してやめたと。今はやってますけど、いろいろ。まあ、初期、僕の、まあ、第一章のストーカーはそこで終わりです。ストーカーって第一章で終われよ、もう。何章もあっちゃいけないんだよ、ストーカー。これは、
ポリスが悪い。俺を捕まえられなかったから悪人を。今も続けてるんだぜ。聞いてるかい？ポリス、うん。ポリスじゃん。ポリス聞いてるかい？もう俺は、いろいろストーカーしてるぞ、まだ。犯行声明のやつね、それ。なるほど、ね。で、これをあるイベントで話したんですよ。実は奥さんのストーカーしてて、こんなんで、今もこんなことしてるんですって言ったら、うん、みんな、うえーって言うんだけど、一、うん、人だけが、うん、うん、うん、興味深いね。って言った人がいたんですよ。うん、それはテレンス・リーさんなんですよね。はいはい、テレンス・リーさん曰くですけど、ハイセ君、それはね、すごく興味深いし、君それで何かの文献で読んでそれやったのかいって言われて、うんうん、いや、僕はもう普通に、始めましたよって言って、こうしたら、思ったまんま。そう、こうしたら当たるんじゃないかなと、どっかで偶然会えるんじゃないかなと思ってやりましたって言ったら、うん、それはね、米軍だよ、うん。米軍がね、こうぐるーって円周囲って、そっから徐々にその円をちっちゃくしていくんだよ、みたいな。ターゲット作戦みたいな、ね。そう。ターゲットを捕まえるときにやる技なんだよ、それ、米軍がね。って、うん、それっていうのは、もうちゃんと考えられて作られたものなんだよ。うん、君ね、米軍のやり方を、地でやっちゃってるんだよ。うん、君、米軍だよって言って。違うよ。むちゃくちゃ気に入られて。でも聞いたでしょ、聞いたでしょ、違うよ、うん。聞いてたでしょ、うん、米軍のやり方だよって言って。聞いてたけど、うん、こいつも何言ってんだろうってちょっと思ったけど。俺も思ったよ。うん。うん、まあまあ、だから、米軍やったんですよ、僕。うん。米軍のやり方をマスターしてたと。やってたんですよ、うん。で、まあ皆さんにね、なんていうんですか、コメント。何を。本当だよ、どこだよ。コメント何をしてほしいかっていうと。コメント。ストーカー被害。あ、あった方ね。そう。ストーカー被害にあった。まあ、あの、下でもいいですよ。下でもいいけど、ね、いるのであればね。ストーカー下でもいいし、こういうストーカーに会いましたとか、ストーカーまで行かなくっても、こういうアプローチ、怖い。アプローチをかけてきた人がいました。うんうん、こういう怖いプレゼントもらったことありますよっていうコメント、うん、ぜひぜひ募っておりますので、お願いいたします。今はね。自分じゃなくてもいいよね。周りの人でこういうのもあった、ね。周りでも全然いいです。全然いいです、うん。全然いいですよ。もし送ってこなかったら、ぐるりしてやるからな。全然怖い。米軍の力でね、ぐるぐるしてやるから、ね。はいはい。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。